俳優の小沢幸義と NHK の桑子真子アナウンサーが1日に結婚したことが分かった。スポーツ報知の取材に対し、小沢の所属事務所が結婚したことは事実ですと認めた。桑子アナは再婚となる。この日、都内の区役所に婚姻届を提出。9・1は小沢の父で、世界的指揮者の小沢誠二氏の86回目の誕生日。暦の上での吉日にあたる一粒万倍日も重なる日を記念日に選んだようだ。二人の交際は昨年4月に週刊誌報道で明らかに。徒歩15分圏内の近所に位置する互いの自宅を車で行き来するオープンな交際を続けてきた。もともと周囲には結婚を前提とした交際を公言しており、互いの親族への紹介も済ませている。双方のスケジュールが落ち着くタイミングを図っており、日取りの相談などを進めていた。桑子アナは先月閉幕した東京五輪の中継番組や閉会式のキャスターを担当した。57年ぶりに自国開催となった夏季五輪の盛り上がりを伝える大役を務め上げた裏側には小沢の支えがあったとみられ、大きな仕事が一段落したことでプライベートの決断に至ったようだ。